第14戦アラゴングランプリです。さあそのスタート、まずスタートとしては中野さん、はい、マルケスがいいスタートでしたね。そうですね、1コーナーを取って、まあ、ロレンソがね、そこをかぶせようかと思ったと思うんですが、ちょっと開けすぎてのこのハイサイド転倒でしたね。レース始まって初めてのコーナーでロレンソ転倒でちょっとショックでしたね。ちょっとね、親指を怪我したんですかね、足の心配ですね。早々と、まあ、本人も信じられないというね、調子良かったですからね、はい、ここ何戦かね。さあそうなると、あ、これがバウティスタの転倒シーンですね。序盤にこのバウティスタも、ポコクグランプリでみんな、ね、結果出したいですから、ね、クラッチローとね、まあ、ちょっとね、やはり下りのコーナーでね、フロントを滑らせる選手多かったですね。ベテランライダーが苦戦してましたね、はい、そんな中、福田さん、この飛び強いところマルケス、いや、ここですよ、これがやっぱり、いや、いつもマルケスもドビチョウもすごいですけど、いや、今日のマルケスは特にキレてましたね。キレてた、キレキレでしたね。いや、本当に勝ちたいっていうね、その気持ちが伝わってきましたね。なんかわかんないですけど、なんかこうゾーンに入ったみたいな、うん、それぐらいのね、勢いでしたよね。見えましたね、今日のマルケスは。いや、練習朝フリー走行とマルケス転倒して決してね、いい調子じゃなかったんでね。戦略勝ちという部分もやはりあるんですか、中野さん。あ、もちろんね、戦略は考えてドビチョーゾなんかはね、もう計画を立ててたと思うんですが、まあ、それをいろいろ変えたのがマルケスというか、勢いで結果ね、まあ、はい、終わってからのコメントでも、まあ、ソフトタイヤでリアタイヤソフトにしてギャンブルに出たっていう、はいね、ある程度勝負をかけて、前に行こう前に行こうっていう戦略だったと思います。いやー、面白いレースでしたね、これは。あとはまあ鈴木勢がね、本当早かったですよね。いや、面白かったですね、今後に期待できますね。このあとアジアラウンド楽しみですね。そうですね、次戦にも期待しましょう。